皆さんこんにちは、岡田隆です。まず最初に私が考えるいい体についてお話しします。私が考えるいい体とは、見た目が全てということになります。どんなに体脂肪率、体重が良くても見た目でいい体と判断されなければ意味がありません。そこでこのいい体を追求していくメソッドを紹介していきたいと思います。主にこの DVD では3つの方法で皆さんの体をいい体にしていきます。まず体脂肪だけを落とす食事、女子肪メソッド、かっこよく美しい体を作る筋トレ、主に脂肪燃焼を狙ったサーキットトレーニング、この3つで皆さんの体をかっこいい体にしていきます。